こんにちは。よ。今日は何の動画だい？極北の作家、第3弾です。おお、待ってました。今回も、すごい作家を紹介しちゃいます。よろしく頼む。じゃあ早速、スタートです。今回の作家は、トマス・ピンチョン。1937年、アメリカ生まれ。言わずと知れた伝説の覆面作家だな。うん。ポストモダン文学の代表的作家として、世界的評価が高いけど、どういう部分がすごいのか、経歴を含めて解説していきます。第二次大戦直前、ピンチョンはニューヨーク州に生まれました。16歳でコーネル大学へ入学します。飛び級ということだな。しかし覆面作家なのに顔がバレているぞ。そうですね。貴重な写真です。彼の頭の良さは抜群です。はじめ応用物理学を専攻していましたが、英文学に転向します。軍転ってやつだな。大学在学中に海軍に入隊。2年間過ごします。この時点ですごい経歴だな。この体験はハリケーンの救助活動を描く短編小サメに生かされています。スローガーナーに収録されているな。ところで、ピンチョンほどの賢さの人が学習の遅いやつってタイトルつけてるのが、やっぱりピンチョンだよな。その後、副学士大学卒業。在学中にいくつか短編を書いていました。小雨もその一つだな。飛行機の製造で有名なボーイング社に入社します。お、ピンチョンにもサラリーマン時代があったのだな。ところが2年で退職。その後初長編 V。で、前列のデビューを果たすまで、消息不明です。バイトでもしてたのかな。ピンチョンのイメージが壊れるので、ここは放浪していたことにでもしときましょう。俺と同じってことだな。ドベってる。26歳の時、V。でデビュー。1955年の物語上の現在から、謎を追い第二次大戦の激戦地バレッタや1913年のトリニまで舞台は遡る。壮大なスケールで当時の若者を描いた本作はいきなりフォークナー賞を受賞。天才の誕生と称賛されます。俺はニューヨークでモラトリアムを謳歌している芸術家志望のヤンデル連たちが好きだぜ。資本主義での都市生活を生々しく描いているのが、読んでいて印象的だよね。主人公のプロフェインがスーパーマンではなく、そこら辺にいそうな冴えない奴なのがいいね。それに対してヒロインのレイチェルちゃんは可愛いよね。男性作家の願望が出ちゃってるかな。続いて競売ナンバー49の叫びを発表後、長らく沈黙。激動の60年代後半と70年代前半を、長編一本書き続けます。日本はずっと高度経済成長期で1973年にオイルショックが起きるな。まさにその年、不朽の名作重力の虹を発表。出やがった。主人公は、セックスした後、その場所にナチスの V2 ロケットがなぜか墜落するスロースロップという軍人だけど、ドイツ側の科学者や女優、はたまた電球まで、おびただしい数のキャラクターが登場するね。うん、この作品は73年発表だが、ピンチョンが描いたのは第二次大戦だというのは、着目すべきところかと思うぜ。正義のために努力を重ね、研究を続けた天才科学者が祖国に利用され、敗戦国として負のレッテルを貼られることの悲劇だな。ピンチョンはその是非を肯定したり否定したりはしない。ただ現実に起きたことをもとに、物語として再構築する。彼にとっては無視できない主題だったということね。そしてそれは、読者側にも人類の持つ問題として意識される。この作品の後、ピンチョンは1990年まで作品を発表しない。佳作のせいでサリンジャーと同一人物説も囁かれたそうだな。らしいね。ま、そんなのは読む能力のない奴のざれ言だがな。次にどんな作品が書かれるのか、ファンたちは心待ちにしていました。そして発表されたのが、バインランド。これは父親と娘の物語で、日本の武道なんかもモチーフになっています。表現は変わらずピンチョン武士炸裂だけど、テーマは軽い。熱心な読者は意外な印象を持ったはずです。その後メイスン・ディクスン、脚光を発表。メイスンは東海道中膝栗毛にも例えられるアメリカ開拓時代のコメディ。逆光も19世紀から第一次大戦までを描くなど、ピンチョンの問題意識はアメリカという国の歴史に注ぎ込まれます。その後インヒアレント・バイスは重力の虹執筆時に住んでいたカリフォルニアを舞台に70年代を回顧するような作品。最新作ブリーディング・エッジは2001年、ニューヨークがテロに遭う空前の事件を題材にしています。どの作品からも感じられるのは現行の社会システムに対する反抗と批判だな。語り口はふざけているみたいなのに、読んでいて感じるのはそういう部分です。そしてそれは、私たちが日常生きていてなんとなく気づいていて、目を背けている事実だったりもします。それにしてもピンチョンの小説にはサブカルチャーがたくさん登場するな。スターウォーズとか、日本のポケモンも出てくるね。
それらは資本主義を象徴するモチーフとして重要なんだな。19世紀の文学と比べると、実在の社会そのものが全く違うからね。ピンチョンを通して、知らないミュージシャンとかを知れるのも楽しいね。そうだね。じゃあ今回はこの辺で、最後に、V の一節を引用して終わるね。トベコリー。V 探しなんて、ニューヨークタイムズ日曜版のクロスワードと同じ知的レベルだぜ。まやかしの意味をつけるなんて、そんな低俗なことに手を染めちゃいけないよ。